リンカーン大統領の暗殺を描いた、絵画マハトマガンディ、ー、暗殺された、インドの政治家、金玉金、暗殺された李氏朝鮮の政治家、坂本龍馬、日本の幕末の武士、名友の中岡と共に死去暗殺とは、主に政治的、宗教的、または、実利的な理由により、要人殺害を密かに計画、立案し、不意打ちを狙って実行する、殺人行為のこと。 通常は一般市民がこれを行えば違法な行為であるとされているが国家自体が軍隊や警察の特殊部隊または諜報機関の工作員などに殺害を命じ実行する例も多い。独裁体制国またアメリカ合衆国、ロシア連邦、中華人民共和国、朝鮮民主主義人民共和国は常にその噂が絶えない国家である。さらに イスラエルは暗殺の手段を選ばない上に合法化まで打ち出している。強権政治を行う国家が行う暗殺は、権力者側に寄り添う視点では、反対派、反体制派に対する弾圧、粛清的な面が強いという。歴史的に見ると、横暴、強権的な権力者、国家元首、皇帝などに対して暗殺が計画されてきた事例は、枚挙にいとまがない。 古代ローマのカエサル暗殺、ナポレオン暗殺未遂事件、第二次世界大戦中のヒトラー暗殺計画などのように独裁者、暴君、犯罪者を政治的、宗教的あるいは人々の幸福という理由から殺すことの可否は暴君法罰論としてヨーロッパ政治思想の一つとして論争が続けられてきた。権力者に対する暗殺というのは 特定人物をこの世に存在しなくさせること、何らかの具体的な行動を完全に阻止すること、その人物の影響力を完全に排除したりすることが基本である。暗殺が漠然と関係者に恐怖を与えることを目的とするならば、いわゆるテロと重なり合うこともある。ただし、無差別テロは、特定要人の殺害ではなく、社会全体を恐怖させるのが目的であるため、 その結果、要人が巻き込まれて死亡したとしても、暗殺には含めない。なお、暗殺時には、暗殺を行ったという証拠を残さないようにし、ひき逃げなどの、事故や、自殺に偽装することで警察などの捜査機関を、欺いたり、または、薬殺で、病死を偽装することもあるとされており、このような偽装は工作員が、基礎訓練期間中に読むマニュアル等にもごく普通に、 書かれている、基本的な方法論だという。そのため、権力を争っている要人などの自己死や自殺があると、あれは偽装された暗殺ではないかとの疑念が付きまとうことになり、あまりに疑わしいと、陰謀の可能性を疑う説を怖高に唱える人も、出てくる。何かしら証拠が出てくれば暗殺だったと決着もつくが、そのような説がルフした割に、 具体的な証拠が出てこないと陰謀だとするのは陰謀論だろうとする説も出てくることがある。また、ケネディ大統領暗殺事件のように暗殺の事実や犯人が公になっている事件についても実は他に真犯人や黒幕が存在するのではないかとの疑惑が持たれるケースもある。工作機関の工作員などの場合は そもそも証拠を残さないようにすることを職務として、そのための訓練を受けており、それを完璧に行うことで収入を得ているのであり、実行時に何かしらミスでもしない限り、一般人からすれば、ただの自己死と偽装された暗殺を区別する証拠は、存在しないということになり、結局、一般人からすればどれだけ議論しても、本当に暗殺なのか、暗殺ではなく単なる濡れ犬なのかは、 基本的に結論が出ない、決定できない、いわゆる、中ブラリンの状態に置かれる構造になっている。あるいは暗殺が行われたことは確かだと判明した、場合でも、その犯人や黒幕は一体誰なのかということが、いつまでも判明しない、ということもしばしば起きる。現代において、国家、組織による暗殺を公に宣言している国、組織と元種。暗殺とは、 コトバンク暗殺とは、コトバンク、中二自殺、無言でハンマー振り下ろす、強い殺意か、大津市教育長襲撃の男子学生、MSN3K ニュース、2012年8月15日。ありがとうございます。